37, we have Caviar issue. Request descent to 10,000 now. Declare emergency. Emergency. オーニッポン37ラジャーでしたメンテン10,000。皆さん、こんにちは。パイロットノートチャンネルです。今回は2017年8月12日、18時30分頃に発生した、東京国際空港発、伊丹行きの全日空37便の急減圧についてお伝えします。37, we have caviar issue. Request descent to 10,000 now. Declare emergency. Emergency. All Nippon 37, Roger. Descent to 10,000. Descent to 10,000. Expect return to 100 airport. Roger, All Nippon 37, fly heading 250. Heading 250, All Nippon 37. All Nippon 37, 余裕のある時に、原因を教えてください。キャビンのプレッシャーアルチュードが上がって、今、Descent to 10,000 になってます。わかりました。オーニポン37ターン、レフテディング1、コッションターン、レフテディング180。レフテディング180、オーニポン37。オーニポン37、エンドリジュームノーマルスピード、エンドリクエスト、コッションディスティガー、ヘディング180。ノーマルスピード、オーニポン37。オーニポン37、急減圧でよろしいですか？急減圧です。はい、今ディセントまでどうぞ。わかりました。パーソンズオンボードとリメオンで、フューエルを教えていただけますか？余裕のある時で結構です。どうぞ。すいません。もう一度お願いします。パーソンズオンボードと、リメオン、フューエル、インタイムでお願いします。了解。オンボードパーソンズ258、リメオンフューエル 32.0。258と、すいません。もう一回お願いします。リメオンフューエルは32,000。了解しました。オニポン37ターンレフティリング130。ヘディング130、レフティリング137。オニポン37コンタクト東京133です、マーセブン。1337、オニポン37。東京コントロールオニポン37、10,000、ナウヘディング130。オニポン37、東京コントロール。ディスタッチアロン。ディスタッチアロン、オニポン37。プリビューされますか？はい、プライビシーランディング要求します、どうぞ。オニポン37、レフティリング東京コントロール一本37、リーディングエスターズ6番、ディセンディング9,000。オリパン37、東京アプローチ、ワチャエクスペクトランウェイ34ライドアップ、アイリスズルランウェイ34ライドアップ。エクスペクトランウェイ34ライドアップ、オリパン37。オリパン37、カウンター東京ウェダー126.5。126.5、オリパン37。今回は全日空37便で起きた急減圧について説明したいと思います。全日空37便は与圧システムに不具合が生じ、急減圧になりました。飛行機はエンジンによって圧縮された空気の一部を皆さんが乗っている客室内に送り込むことによって高い高度に上がっても普段通り呼吸ができるようになっています。圧縮された空気を継続的に入れ続けることで人間が普通に過ごせる気圧を保っているのです。急減圧とはこの気圧を保つシステムに故障が生じた場合に起こります。これはそれぞれの高度によってどのくらい人間が意識を持っていられるかを示したものです。ちなみに富士山の高度は約12,000フィートです。富士山に登った経験のある方はわかると思いますが、少し息がしづらいと感じる人はいても通常通り意識を保てると思います。急減圧が生じた場合はパイロットは急いで富士山の下の高度まで飛行機を降ろさなければなりません。具体的にはエンジンの出力を最小にし、必要に応じてスピードブレーキを引きます。スピードブレーキとは翼の上についているスポイラーと言われる装置を作動させることです。皆さんも着陸後に羽が立っているのを見たことがあるかと思います。これがスポイラーです。スポイラーを飛行中に立てることで早く降下することができるのです。急減圧が起きた場合、酸素マスクが客室の天井から降りてきます。飛行機に乗っていて酸素マスクが降りてきた時、とても大変な事態が起きたと思う方もいるかもしれません。急減圧で最も大切なことは酸素マスクをつけることです。
酸素が流れている間にパイロットは低高度まで機体を下ろしますので、慌てずまず酸素マスクをつけることだけを考えてください。そして低高度に行けば酸素マスクは必要なくなります。パイロットはその後最も最適な空港を選択し緊急着陸するでしょう。飛行機の機体に欠損などがない限り、急減圧は酸素マスクをできるだけ早くつけることによって最悪な事態から免れることができます。もしそのような事態に遭遇したら、自分の酸素マスクを第一優先につけ、もし余裕があれば周りの人で困っている人がいたら助けてあげてくださいね。このパイロットノートチャンネルは、エアラインパイロットの視点から航空事故や飛行機に関することについて紹介するチャンネルです。もし気に入ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。